どうも皆さん、こんにちは。ソルトです。今日はちょっとね、真っ暗で申し訳ないですけど、河口に釣りに来てます。と、まあ、今日、まあ、ちょっと夜のね、まあ、チヌとか、スズキ、まあ、セイゴとか、ちょっとあれ狙いで来てます。ちょっといろいろ釣ってみます。お、早速かかった。うおー、めっちゃ引く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 。あー、来た。よし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 、来た。虫でしょ。川の虫釣りだわ。あ、来た来た来た。えいや。うわ。いやいや。お前は釣りとはない。切るで。勝った。うぃ、気持ち悪い。よいしょ、おい。あざす。ちょっとベタベタしてるけど。じゃあ次はこいつの解体ショーを始めます。はい、ここにね、骨があるんですよ。でここら辺を刺すんですよね。やめろ。というわけで、ちょっとすいません、ここからは、動画の都合上、後付けでね、ちょっと音声だけ後付けで失礼します。今ちょっと脳天を神経締めってことで、まあちょっとね、今ちょっとモザイクかけてます。内臓を開くんで、いいのね、なんて言えばいいかな、肛門の部分からスーッと開いて、ちょうどそのね、内臓がある位置があるんですけど、そこを、まあ、まあ手術のお腹を開くようなイメージでパッと開いて、開いてすぐにチラッと見たんですけど、すっごいでっかいね、肝臓があるんですよ。なんていうかな、ネズミ色っぽいね。その肝臓も、どうもなんか、美味しいらしいんで、まぁ、今回ちょっと食べていこう、食べてみようかなと思って。なんで今、もうせっかく釣れてしまったんで、でまぁ、とりあえず取るだけ取ってみようと思います。今ね、取り外して、クーラーボックスの中に、そして血が出てね、まぁ当たり前なんですけど、血が出てなんかね、すごい事件現場みたいになっちゃってます。で、まあ、そのまま持って帰ってもいいんですけど、ちょっとクーラーボックスがちっちゃくって、まあ、こんな大きいものをね、取れる予定じゃなかったんで、
なんでも今の状態で、ある程度さばいてから持って帰ろうと思います。まあ、とりあえずね、まあ内臓の方ある程度処理したら次は、エイのヒレの方さばいていこうと思います。赤エイって実は美味しいんですよ、本当に。美味しいんですよって言ったんですけど、実は食べたことはないんですよ。あ、いや、食べたことはあるんですけど、一回ミスして、まあいろいろあって、本当にね、自分が作った時はめっちゃ美味しくなくて。で、ただ他の動画とか、まあ他の投稿者さんの動画見てると、どうも美味しいって言うんで、まあもし次釣れたら、なんかもうちょっとちゃんとした調理方法で作ってみようかなと思って、今回、せっかく釣れたんで、まあ、捌こうということで、調理してます。今もうほんと手術のオペみたいな感じで、あれメスじゃなくて自分で作った、まあナイフと、で、まあ魚用のっていうか、ペンチみたいなね、やつ使って、まあ素手でやってもいいんですけど、まあちょっとね、ああいうの道具使った方が手元が見やすいんで、してこうやって手元使って。で、今ね、内臓の方がある程度解除できたんで、A のお腹の膜っていうかな、その部分を、切り取ってます。今もうちょっと実際にね、もう、映りが悪かったんでカットしたんですけど、反対側のヒレ外しました。それで今もう反対側のヒレをね、もうザクザク切ってます。A の、まあ、お腹側のヒレ、あ、お腹側の皮は、そんなになんですけど、背中側の皮がね、結構分厚くて、弾力がすごいんですよね。ほんとゴムみたいな弾力で、なかなか包丁が入らなくて、このね、今、実際に切り取った時、結構苦労しましたね。で、まあ、後々説明するんですけど、エイって、まあ、硬い骨がないんで、包丁、ナイフ自体は意外と入りやすいです。ただ、まあ、一番の問題は、皮が意外と切りにくい。ここだけ難点なんで、まあ、うまいこと。まず、表層の、まあ、エイを見て、手前側の皮をまず切って、で、次に、奥の皮を切るっていうの形ですね。意外と、エイも結構ね、厚さがあるんで、体に。まあ、この包丁ちょっと短いんで、なんでちょっとね、結構切るのに苦戦しちゃいました。まあ、それでは、調理パートの方に移ります。これからは、マイクなしで、いきます。では、どうぞ。ということで、今日取ってきたね、ヒレを早速処理していこうと思います。はい、ドーンと。ドン。うい。ちょっと生臭いね。生臭いけど、アンモニア臭とかあんましないね。ちょっと軽く、表面の汚れ取ります、先に。たわしで。ちょっとゴシゴシと。サイズがそんなね、大きくないんで、まあ、ちょっと、見づらいですけど、ここにね、軟骨があるんですよね。エイとかサメって軟骨魚類って言って、まあ骨が基本大体軟骨なんですよね。骨が軟骨で形成されている魚類なんで、骨の代わりに全部軟骨が入ってるんですよね。なんでまずこの軟骨、食感が実はあんまり好きじゃなくて、好きな人は好きなんかもしれないですけど、ゴリゴリってよりシャリシャリするんですよね。あんまり好きじゃなくて、これ全部ね、筋状に軟骨が入ってるんですよね。ほんと、内輪みたいに。なんでまず、こう開いていきます。軟骨に沿ってまず1本さーっと引いて、エイなんかやっぱね、まあ釣るにしてもまあ毒があるし、見た目も気持ち悪いし、
で処理もまあちょっとなかなかで、食べ方もわかんないで、あんま好かれる魚じゃないんですよね。ただ意外とこの軟骨さえ取り除いてしまえば、身自体はすごい美味しいんで、漁師とかも結構ね問題になってて、エイのあのまあ刺し網漁とか、まあ網使った漁をするときって大体 A の尻尾がね、あの毒針の部分返しがついてるんですけど、あれが引っかかるんですよね。なんで、まあ、あの水揚げした時に A がついてて毒針も危ないんで、どうしようどうしようってことになって、でも年々 A もね増えるんですよ。がもう大変で、これをスーッと滑らせながらね、もう最後までやっぱ軟骨通ってるんで、ヒレの先の方まで、なんでこの切れない部分はビッと切ってしまいます。うわ滑るな。まあこれ最後でもいいんですけどね、私最初にやってしまいます。よいしょ。思ったよりね、やっぱね、まあ、今回ちょっと取ったのが小さかったっていうのもあるんですけど、食べれる身自体がね、あんまないんですよね。ここも全部軟骨なんで、切ってしまいます。前に一回この軟骨、ついたまま調理したことがあって、唐揚げとかやってみたんですけど、まあ、まずいなんの。いや、このシャリシャリ感、この軟骨が嫌いな人は本当にダメです。なんかこのここすっごいね、見えるかな、ここね、こんなもう切り込み入ってる状態なのよね、要するに。だから味が染み込みやすい。ちょっと待って、味が染み込みやすいね。で、ほんとちょっとの味付けで十分、あの頭の方の軟骨残しとくと楽かもしれん。皮剥ぐとき頭の方の軟骨残しとくとそこつかめるんだよね、ヌメヌメするときに。でもほんとこのときはね、皮を切るぐらい、もうほんと皮を思いっきり皮を切ってしまおうっていうぐらい、下に押さえつけても包丁下に向けても全然切れん。マジで皮硬い。だいぶいい感じに切ると、これもちょっとあの赤いのが残ってるだけでほとんど身は残ってないんで、しもまあこの白い筋がね薄く切ると残っちゃうんだよね。まあ、まず半分にしましょうか。ここに筋が入ってるんで、この筋を軽く傷つけて、うい、ほらこの着物は中にね苦玉入ってんだよ。こいつしゃあなくない、この間です、この間無理だよ、これ潰さずに外すとか無理ゲーだよ。こいつが臭いです、こいつめちゃくちゃ臭いです。切った後、この臭みがあった空間は取り除きます、すぐに。いらない、いらない、臭い。なんだろうね、触った感じ、あの白子みたい、湯引きとか美味しそうで、あのね
すっごい中に血が入ってるんだよね。で、次は確かこの皮を剥くんだったかな。この皮を剥く作業をするのに、湯通ししないといけないんだよね、確か。湯通し。だって、洗ったら、やっぱ結構、中の血の部分、成分が出てくるんで、これがね、なんか臭みの元らしいんですよね。できるだけこいつを、抜いてあげると、より美味しくなるっていうのを、なんかで聞いた。んでね、できるだけ、洗ってやりましょう。じゃあ、これはあと塩で、やっときます。これもね、切り口からね、血が出てくるんだよ、こうやって、ビューって。これもなんか本当絞るといいらしいよ。でもそれ絞るのはね、これ刺身で食べる時だけだから、煮付けにする時はそんな問題ないらしいです。調理自体はまた別の日に撮るんで動画つなげます。絹豆腐みたいな柔らかさを持ってる。見えるかな？油がすっげえんだよね。めちゃくちゃ油浮いてる。エイもなんか肝に寄生虫がいたりする。あの、新鮮なやつはいいんだけど、取ってすぐの分はいいんだけど、結構死んで時間が経った分とか、肝の中にね、寄生虫が入ってたりするらしいんで、ほんとそこだけはね、気をつけてください。自己責任。自己責任で、ほんと自己責任になります。気をつけてください。またまたマイクから失礼します。それでは、このエイの身を使って、今回はムニエルと煮物を作っていこうと思います。そして、ムニエルの方に下味をつけて、小麦粉をまぶし、そして、フライパンの方に、オリーブオイル、バター、そして、ニンニクの方を、乗せて熱していきます。ある程度、香りが立ってきたら、先ほど作った小麦粉と下味をつけたエイの身を、フライパンに乗せて熱していきます。エイを焼いている間に隣の鍋でソースを作っていきます。ソースは白ワイン、お酢、醤油をちょっとだけ使って煮立たせたものになります。エイにしっかりと火が通って表面がカリッとしてきたところにソースをかけて、再び火にかけて水分を飛ばしていきます。に煮物に行きます。煮物はお水をまず入れ熱していきます。次にお酒、みりん、砂糖、つゆを入れて、仕上げの味付けに濃口醤油をちょっとだけ入れました。一通り煮立たせた後に一旦火を止めてエイの身を入れていきます。エイの肝が煮崩れしそうだったため、エイの肝を一番最後に入れて再度加熱しました。
これで煮物は完成です。それでは最後画像の方になって申し訳ないのですが、自分と友人と一緒に食べてたんですけど、友人の方が一般の方なので声とか出すのが申し訳なくって、なんで最後、画像の方で失礼します。画像右側ムニエルの方ですね。衣がすっごいサクサクで、身がすごいふわっとしてるんです。魚とも違うし、またお肉ともちょっと違うんですけど、身質に思ったより癖がなくって、何にでも合うなーっていう印象でした。そしてエイの実って意外と癖がない分何でも吸収して、一番最初に入れた、バター、ニンニク、オリーブオイル、この3つのいいところを全て身が吸収してるんですよね。ソースとして、白ワイン、お酢、醤油を使ったんですけど、これが意外と相性が良くって、白ワインのフルーティーな香りとお酢の爽やかな酸味っていうんですかね、それがムニエルの味を引き立たせてくれました。なので本当後味に癖が全くなくて、さっぱりした状態で最後までいただきました。そして、画像左側の煮物の方なんですけど、ちょっとやっぱり肝の見た目が良くはないんですけど、意外とこの肝がすっごい美味しくって、白子とか肝特有のクリーミーがあって、で、肝って意外ともなんか癖の強いイメージがあったんですけど、全然そんなことがなくって、すごいクリーミーで、煮付けにするとその煮付けの濃い味がいい感じに染み込んで、めちゃくちゃ美味しかったです。初めてエイの肝を食べたんですけど、びっくりしました。ものすごい濃厚です。そして身の方がすっすごくふわっとしてるんですよね。口に入れた瞬間にエイの身が口の中で溶けるんですよね。これくらい柔らかかったです。味としてはカレーの煮付けに近いのかなっていう印象でした。カレーの煮付けって結構骨が多くって身が少ないじゃないですか。あれの骨が全くない状態なので、カレーの身にそのままかぶりついたような、そんな感じの味でしたね。前に一度調理したことがあるんですけど、ほんとその時はね、軟骨が邪魔で食べれたもんじゃなかったんですけど、軟骨取り除いてみると、ものすっごい化けましたね。なんでエイがこんなに嫌われてるのかっていうぐらい、自分の中で印象が180度変わるぐらい、すごい美味しかったです。それでは、ごちそうさまでした。いや、ほんとね、今回、こちらその、エイのムニエルと煮付け作ってみたんですけど、もうすっごい美味しかったです。ただ動画の途中に挟んだお刺身の方がまた別の方で撮ってあったやつなんで、今回もう動画としては使ってません。エイって結構下道として釣られることはあるんですけど、本命として釣られることはないので、エイを狙いに釣りに行くのは全然ありだと思いました。またね、エイに釣れたらちょっとなんか作って動画にあげようかなと思います。もう一回ちゃんとしたね、動画も撮れればいいかなと思います。それでは、視聴ありがとうございました。またね、普段は実況の方やってるんですけど、ちょっと調理動画とか、まあ趣味でね、釣りとかもやってるんで、そういう動画も上げていけたらなと思います。それではまた次回お会いしましょう。またね。